なんだかんだいろいろありましたけど、まあね、僕のチャンネルで見てもらって分かる通りね、もうこんな風になってますんで。ファンなんかマジでいらんのじゃとか、なんかめっちゃファンになんか暴言ばっかり吐いて。あれめっちゃおもろいじゃん。めっちゃおもろいじゃん。あらめ浜ちゃん。バレンシアガのキャップかぶってるやつ、大体低学歴。よろしくお願いします。よく見かけます。よろしくお願いします。ということで、でもタイトルにはあるんですけど、僕もこんなん言うめっちゃ恥ずかしいんですけど、カップルチャンネル開設しました。よろしくお願いします。やーっ、やーっ、シュシュじゃない。ありがとうございます。すごい皆さん喜んでます、周りも。ざわざわざわってします。ということで、まあ、モンリョウさんなんですけど、まあ、お久しぶりということで、久しぶりで。ちょっと匂わしてる部分もありましたけど、僕らも。今回。あったじゃないですか、もう。インスタとかストーリーとかでも。ありましたっけ？ありましたよ。縦読みするみたいな。なんかそんな感じの複雑なもん。ない。ない僕も勝負出せたらないですけど、まあ、久しぶりのコラボということで、はい、今回あれですよね、昨日ピカルさんのバースデーかなんかの、はい、で来られて、はい、え、いつ帰るんですか？今日です。忙しいっすね。そうなんですよ、食い込ましてもらいました。いやあっちがでしょ。でもこっちメインこっちメインでしょ。当たり前じゃないですか、カップルなんですから。でも最近見ますよ、あの化粧のやつとか、はい、化粧品出しました？出してないです。嘘やん。出してないです。嘘やん。まあ、嘘言うなよ。いや言うなよ。バレンシアガのキャップどれ？シャンプーとかのやつと、はい、それ以外何本出してないですか？出してないですよ。それだけですか？はい。あ、嘘言うなよ。何やってほしいな。あそこも一回遊びに行きたいんですよ、僕、その事務所。ねえ、でもラマさん、はい、いつも社交辞令やから、前も言ってましたよ、それ。そんなことない。ほら、めっちゃ大きくうなずいてますよ。ほんまに行ったら気使わすじゃないですか。全然大丈夫です。来てください。本当ですか？はい。で、行っても、おらんぐらいのノリが僕は行きやすいんですよ。次も、その次も。あ、じゃあ来て勝手に取っといてください。とか、ほんまやりやすいです、僕は。はい、宣伝にもなるし。めちゃくちゃ気使いはるかな。いえ、そんなことない。そんなもええで。もう、その彼氏はねんからぐらいの。おい、笑い方。下品な笑い方すんな。下品な笑い方すんな。どういうあれなんですか？タイトルは何なんですか？いや、タイトルは、だからその、モンリョウとカップルチャンネル解説ですよ。はい、だから、はい、どこまで使っていいか分かんないですよ。はい、言うだけ言っていいですか？いいですか？はい、どうぞ。世間一般ね、視聴者とか、はい、まあ、僕とか、だから YouTube ファン。やっぱりその、モンリョウさんがこの彗星のことが現れて、で、ヒカルさんとこうコラボして、はい、というところで、あれ、そういうことなのかなと。ぶっちゃけ思ってました。はい、そういう女性の話とかしないんで、僕も。周りとね。はい、で、わからんままで空気的に、なんかあんまりコラボとか、まあ、それこそ飲みとかね、はい、お誘いとかも、ちょっとあかんのかなって常識の範囲で思うじゃないですか、男側としてはね。ヒカルさんがおるからってことね。そう、はい、勝手にそうやと思ってるから、僕は。ちょっとヒカルさんがちょっとそういう発表があったから、あれ違うんかな、どうなんかな、はい、思えたら、あ、モンリョウ空いてんじゃん、今。モンリョウいいですね、の波が来ちゃったんですよ。もう波来てるんですよ、今。僕の中で。モンリョウ空いてるやん、みたいになって、思えたらもう、次俺やなって思ってましたね、なんかさ。正直ね。の発表ってことですよ、ね。そうです。これはもうだから発表です。再生数すごいですから。いや、てかなんか上手いですね、ほんまに。あの実際のとこ知ってるくせに。なんか知らん。やめや、ほんまにやめや、その事故みたいなやつやめや。知らん、いろんな人巻き込むぞ。知らんぞ。いや、ラマさんって、はい、ほんまに、飲みの席でもそうやけど、はい、多分いろんな人の秘密を結構抱えやすい。私もすごい喋りやすくて。あ、結構ありがたいです。ありがたいです。みたいな。他人に興味ないし、いらんこと喋らへんっていうのが大前提あるから、いらんこと喋る。大人なんですよ。言ったらもういらんこと言わへんし。いやいや、ありがとうございます。そんな。って思うから私は結構喋っちゃうんですよね。お酒入った勢いもあったりとかで。結構朝までね、以前大阪を邪魔した時もありがとうございます。本当に。もうなんか結構ラボさんには言っちゃう。だからそういうこと、いろいろ知ってるくせに、うまいなと思って。だからそこの時系です。俺が知ってるみたいになっておかしくなる。その後でヒカルさんといろんな人とコラボして見てるからおかしくなるから。それはそう言えへんのもおかしくなるし。いや、勝手なことされた私もね、言っといた方がいいかなと思って。全部知ってます。で、知ってるとかじゃないでしょ、わかんないですよ。いやいや、それはそれでちょっとそこ触れずに行きましょうよ。はいはい、変な感じになっちゃってますよ、今、空気的に。最近ね、だからおかしいんですよ、動画でもなんか彼氏男のコードみたいな。見てるんですか、動画で。その、サムネちょいちょい見たり、はいはいはい、気になるやつちょっとググったりするじゃないですか。はいはいはい、あれ、だからどういうことでそんな。いや、ラマさんが彼氏のことでいいんですよね。いいですよね、だから。いいですよ。これ、じゃあ、もう聞きたいです。わかりました。これはこれで進まさせていただきます。はい、今後も、ダバエのモンリョウチャンネルですよ、これ。もう、タイトル。チャンネル名が。でも、受けそうなんですよ。だって一緒にコラボすることってあんまりないけど、ちょっとバック飲みですよ。確かに。前回も200万再生ぐらい行かせていただいて。ね、あ、そんなに行ったんですか？行きましたよ。ヒカルさんいらっしゃる時のやつでしょ？それは。そう、だからラファさんのコメントで漏れてたもんな、ラファさんの。いや、あれはまあ、合うんですよ。それこそヒカルさんもモンリョウさんもそうやし。ここも合うし、前さんもんで。はい。が揃ってあんなにないですよね。確かに面白かったよね、あれは。普通やっぱり5人ぐらい揃ったらクソみたいなやつ多いじゃないですか。YouTuber グループでクソとか使わへんと
とか多いじゃないですか。でも前さんとかみんなでこれ4人で僕5人全員会うってなかなかない。関西弁やからなんですかね。ノリが多分、私ね、ほんまにこれガチなんですけど、はい、どの芸人さんよりもラゴさんが一番面白いモテて、ちょっとあんまり痛い。これそれは無理やけど、ほんまに面白いんですよ。でうちのチャンネルにね、ラバさん担当みたいなこうツッコミみたいな子がいるんですけど、はい、いつも言うんですよ、なんでラバさんみたいに喋られへんのって言ってるやんな、私、ね、ほんまにね、なんかもうやりやすい、こっちも。え、そんなにっすか。なんか、なんだろうな、関西やからっていうよりは毒舌、ちょっと昭和の笑いっていうか、はいはい、あー、なるほどっすね。まずなんか、はいってもう言わないじゃないですか、普通の人、はい、確かにそういうのが面白いんですよね。僕も言わんようにしてますよな。なるほど、嬉しいな。こんなにだから人としてはね、思いやってる仲だと思うんですよ、これに関しては。でしかも男女じゃないですか、はい、ってなったら何があってもおかしくないですよ、これは。ほんまに思いません？もうちょっと我慢してください、バラン。もうちょっと2、3秒貯めて、編集も起こりますよ、はい、2、3秒貯めてからみたいな。なんかあってもいいでしょ。ありたいんですか。いや、それはだってそうでしょ。いや、てかそもそも別にタイプじゃないでしょ、私の見た目が。いやいやいや、見たタイプですって。いや、全然タイプじゃない。僕タイプないんですよ。え、ほんまですか。え、僕だってタイプ言ったことないでしょ。いや、だからイメージかな、じゃあ勝手な。派手な子嫌いそうです。え、それで言ったらめちゃくちゃベタですよ、全然関係ない女性ですけど、キヨミンさんっていうじゃないですか、はいはいはい、いるんですよ、とかタイプだったりします。あ、派手やのに。おかしいじゃないですか。タイプってないんです、雰囲気です。なんかあってもいいかなと思うんですよね、一回ぐらい。こんなに相性いいのに、見た目なのか出会い方なのか、結婚してるからっていうことだけで結ばれないって、当たり前ですよ、結婚してるから。どういうことな。視聴者の方も思ってると思いますよ、何言ってんねやろって話。で結婚行った思い出で忘れてください、あんなこんなこと分からへんぞ、そんなもん。こんなにその気が合うってなってんのに、はい、そんなことあるって僕も。逆に気がこんなに合ってて、男女でよ、はい、年もそない、僕はそれ上かもしれんけど、60とかのおじさんじゃないじゃないですか、ガチな、はい、という意味では対象にはなっててもおかしくないのに、何もこの一切いけへんっていうのは、そんなことあります。いや、ラマさんはね、壁あるんですよね。僕が言われるでしょ、でも目の奥笑ってないし、なんかちょっとそれはめっちゃ嘘。え、やろう、嘘つけ、嘘つけ。前もなんか言ったはずやねんけど、目の奥笑ってない、こんなすごい人やのに誰にでも謙虚で逆にいやらしいんですよ。いや、敬語だけ使わないとおかしくなっちゃう、とか、いや、まあ敬語じゃないですけど、なんやろうな、へりくだる感じがすごい。それはでも皆さん職業的にそういうところあるでしょ、そこ勉強してるところありますからね、その職業全員。なんだろう、結構壁に感じるところがあるんじゃないですか。目の奥は絶対笑ってますよ、僕は。笑ってないし、なんかビジネス感っていう雰囲気がめっちゃ出てます。で、工数とかもめっちゃ気にするから、撮影とかも早終わりみたいな感じで、いや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 、まあ、いい意味でそこもちょっと合うんでしょうね、似てません、まあ、それも、まあ、私も似てるんですけど、ね、そうですもんね。じゃ、そういうとこやと思います。こうヒカルさんとかって撮影時間も気にせえへん、終わったらその場でもう飯行こう。あ、確かにね、なんか結構ビジネスとプライベートがそんなにこう分かれてないというか、はいはい、そうですね。ラバさん、まあ私もか、そう言ったら結構もうがっつり分かれてるじゃないですか。うん、そうですね。だから近寄りがたいんじゃないですか、距離が。なるほどね。違うかな。本物のラマスさん、僕まだ出てないような気がします。え、そうやろ、うん、私もプライベートで。みんなに言われるんですよ、ガチで、うん、なんでなんですかね。目じゃないですか、やっぱり。そんなことあるっすか、目、ね、ラバさん、でもそんな見抜ける人はこのレベルっすよ、だから普通の人見抜けないから。いや、いい人って思うやろね。なんでなんか、みんなに言われるんですよ。礼儀正しいいい人っていう風な、うん、多分皆さん思うと思うんですけど。いや、ほんまマジな話ですけど、これ一回結婚したの一旦忘れてください。ここから全部嘘やと思ってくださいね。狙ってる女の子は例えばね、はい、あ、いいなと思って、その期間で、はい、思ってていい感じになってても進まないんですよ。進まない理由が分かんないです。でもプライベートやったら、だってあれやもん、ビジネス関係ないから、どう進んでもいいですよね。目じゃないんですか、言われるでしょ。目は言われたことないですね。もう笑顔は素敵すぎるっていう。あの、今まで人生で100点しかつけたことない人も120点つけてくるんで、あ、こういう出来だなっていう、今回も、うん、それ鬱陶しがるやつもあって困ったら水飲むんだよ。結構飲んでますよ、めっちゃ困ってるやん。普段だいぶ半分ぐらい。いや、そうですか、難しい。敬語やと思うんですよ、僕は。敬語はダメだと思うんですよ。すごい人やのに、謙虚すぎるんですよ。うん、そんなことないでしょ。なんか人間臭い部分みたいです、山田さんの。ちょっと天狗になってるとか。うんうんうん。いきなり、じゃあ、りょうさん、帰ったらそういうことですか。え、人間臭いでしょ。まあ、満了。そういうことですか、酔っ払って。酔ってもそんなんならへんから。いや、なるときありますって。私見たことないですもん。多分絶対気張ってくれてるんやと思いますよ。私も気使ってる。ああ、それはね、失礼はないよ。やっちゃいますよ、そこはね。だから結局そこなんよ。酔ってガってならへんから。酒飲んだときに本気で心から酔える相手が多分何しても大丈夫みたいな。
まあそう、そういうことですか。まあいろいろあったけど、まあ今回ね、もう知り合ってそれこそもう5年ぐらいですか、はい、長いですよ、こんな5年って言ったら。なんだかんだいろいろありましたけど、まあね、僕のチャンネルのチャンネル名見てもらって分かる通りね、もうこんな風になってますんで。チャンネル名変わってるんですか？光るもんよチャンネルです。光ちゃん、光ちゃん、長いね、長いね、長いね、問題ちゃん。バン、変えたときくれ。変えたときは、この動画上がるときに、モンリョウさんの名前最初じゃない、ダコアマ。200万人ぐらいいますよね、旅行者。まあまあまあ、ジャック、はい。なんかラマさんって、こういうノリとか冗談のことしても、はい、視聴者の方分かってくれてるからいいですよね。そうですね。視聴者、そう、めっちゃ、はい、もうなんか私らって結構炎上したりするんですよ。人を痛みつける笑いとか、いじめちゃうんかとかって結構言われるんですけど、ラマさんの視聴者さんってみんな分かってません？ある程度、そうですね。それが羨ましいです。まあでも逆に言うと僕も羨ましいです。ファンがついてるからなんで、はい、羨ましいなと思いますけどね。最近だから僕もファンつけていこうかなと思って。インスタの質問返しでファンなんかマジでいらんのじゃとか、ファンになんか暴言ばっかり吐いて何年前から募集してないとか。めっちゃおもろいでしょ。めっちゃおもろいですよ。でもそれをノリって分かってくれるからできるわけやんか。私がそんなん言っちゃったらもう、まあ、まあね、ちょっとね。でも最近は僕方向性書いてほんまに、はい、そういうのやめて、そのストーリーも消しましたし、高いもの飲んでるとか、いわゆるね、はいはい、あのご飯屋さん行くとか一切載せないんですよ。へー。基本載せないとダメな時載せるんですけど、それ以外全部限定みたいなやつ、友達だけみたいなやつしか載せないんですよ、はい、ちゃんと普通の一般的なタレント活動。へえ。僕の話そんなにつまんなかった。いやいや、尖ってほしいなって思った。まあまあそうなんですけど、まあ、まあもういいかなと思って。いやでもめちゃくちゃおもろいですよ。でもここ結局しつけないでしょ、おもろいってなってても。いや、まあチャンスあると思うんですけど、ね、ないでしょ。あるあるあります、あります。でもいいですけどね、別に。じゃあそういう体で行くならそういう体で行くで、はい、こっちにもちょっと戦略があるんで、別にそれはそれで全然全然。だからそのコラボの時にそういう体でそっちの動画出させてくださいよ、この後。それやったら全然いいですよ。ありっすか、はい、出たいな。それやったらなんかやっぱりいろいろ買ってもらいたいし、男やからね、はい、それはそれはそれはいいでしょ。まあそういうことなってくるよね。え、そりゃそうやんな、違う。まあまあそ、カップルチャンネルっていうのであれば、これ撮り直しもできるんですか。そっちがそういくならこっちもこういかしてもらいたいなっていうのは。まあまあまあ、まあ、でもほんまにそうな、そっちの動画でもそれやっちゃったら本当になっちゃうよ。まあいいですよ、ね、プライベートもそうなる可能性も高くなってます。全然あるやん。じゃないですか、はい、私が何回付き合ってって言っても絶対やってるんですよ。逆に、え、そうですよ、絶対やって言っても破綻するって。そうそう、朝まで飲んだ時もそうや。隣なんか三六五三の時、りょうさんとなんか喋ってる、なんかハリウ、俺も人の見たやらしいけど、ハリウッドなんかこう似てるんです、ずっと。あ、レッドダイヤ。レッドダイヤ。ずっといくらとこの子ずっと聞こえんの、もうこっちの女の子も可愛い巨乳の女の子いいなと思って喋ってんのに、もう絶対目に入ってこないです。いくら2000万とかずっとそんな話。何言うてんの。隣席すいて2000万。え、俺ドバイかどこ来てんのかな。それは付き合えへんってなりますよね。そうそうそう、だからそれをちゃんと踏まえて言ってくれてるんだ、飲みます。あ、でもそれはロフさん、そうですよ、うん、絶対。お前俺の何知ってんの。男らしいし、やっぱ最近の装飾男子じゃなくて昔の分かってはる方やから。それやったらほんまにこっちのチャンネルでお買い物行きたいですね、せっかく東京来てるんで。まあでもその付き合いし、付き合いし日やから最近ね、まあ、スニーカーにしまってるから、ね、はいはい、一回喋らせや、一回喋らせや、怖いから。ちょっとレアスニーカー欲しいなみたいな。レアスニーカーどこで売ってるんやろ。スニーカーダンクさんの店が表参道のその一個裏の裏腹にはあるんですね。例えばね、はい、スニーカーとかその履きます。最近めっちゃハマりだしたんですよ。ほんまに一緒っす。じゃあちょうどいいじゃないですか。ちょうどいいっす。まあ付き合いだけやから、お手洗いさんに行かないといきなり彼氏初日から。もちろんもちろん、そんなパトロンはパトロンでいるんで。パトロン切ってくれ、パトロン攻めて切ってくれ。パトロンだって体の関係ないですから、ほんまに。パトロンは体の関係ない。ないんで。すごいっすね。そこはやきもちよくなくて大丈夫。逆にな、はい、まあそこはまあそうか。デート企画。デートではない、ショッピング。言い方の違いやろ。どこまでデートはない。パトロンのやつはそうやって思ってるわ。付き合ってるもんで、なんやったらそいつも。まだ続きはモンリョウちゃんのチャンネルで。初めてなんか動揺してないよ。いくら、あの、私から言ってないですよ。僕からっすよ、僕からっすよ。続きはモンリョウさんのチャンネルでデート企画ですよ。やっと、まあ、ショッピング企画。おお、はい、これ続き、あの、同時配信してると思うんで見てください。めっちゃ嬉しい。これもう行きましょうよ。ヒカルに負けれないでしょ、こっちも。ほんまに今から言っていいですか。じゃ行きましょうよ。どこ、表参道ですか。わかんないです、案内してください。どうします、スニーカー、ガチスニーカーですか。
え、ガチスニーカーがいいです。これでも表参道行かないとこのショップがないんです。銀座とか行ってもスニーカー売ってないんで。ちなみにうちも、もう大好きなのスニーカー。それの影響で私ハマりだしたんですよ。あ、そうなんですね。上がってますもんね、今ね、値段が。めちゃめちゃなんか詳しくて、いろいろいつも聞いて、ネットで、ネットのスニーダンで買ってるんですけど、はい、あ、スニーカー、僕も実店舗って行ったことなくて。あ、あります。スニーダンが実店舗あります。そこにめっちゃ売ってます。行ったことあります？いや、ないんですよ。行ってみたい。そう、行ってみたいな、うん、ちょっとテンション上がるやつですね。みんなで行きましょうよ。え、やった、行きましょう、行きましょう、行きましょう。これはほんまに行きましょう。はい、やった。よし。一旦よしってしないと、僕もちょっと。じゃあそんな感じで続き見てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。